こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年算数整数の性質を調べようの5時間目の内容です。復習をしましょう。6の約数をすべて書きましょう。約数とはその数を割り切れる数ですね。だから6の約数は1、2、3、6です。次は6と15の公約数をすべて書きましょう。公約数は共通な約数でしたね。6の約数は1、2、3、6。15の約数は1、3、5、15。だから6と15の公約数は1と3です。そして公約数の中で一番大きい数を最大公約数と言いましたね。だから6と15の最大公約数は3です。今回の問題は教科書105ページの18と27の公約数をすべて見つけましょうです。目当ては公約数の見つけ方を考えようです。一時停止ボタンを押して考えをノートに書きましょう。どんな考えを書きましたか？18と27の約数を求めてから片方の約数を求めてもう片方の約数を見つけるという考えがありますね。ではまず18と27の約数を求めてから共通の約数を求めてみましょう。18の約数は1、2、3、6、9、18。27の約数は1、3、9、27ですね。どちらにもある数は1と3と9です。だから18と27の公約数は1、3、9、最大公約数は9です。次に片方の数の中からもう片方の数の約数を見つけましょう。18の約数は1、2、3、6、9、18。この中で27の約数にもなっている数は1と3と9です。だから18と27の公約数は1、3、9、最大公約数は9です。ここで考えてみましょう。最大公約数9と公約数の1、3、9にはどのような関係がありますか？一時停止ボタンを押して考えをノートに書きましょう。そうですね。公約数1、3、9は最大公約数9の約数になっています。まとめです。公約数は
一方の数の約数の中からもう一方の数の約数を見つけると早く見つけられます。18と27の公約数は18と27の最大公約数である9の約数になっています。一時停止ボタンを押してまとめをノートに書きましょう。教科書105ページの鉛筆問題3の答えをノートに書きましょう。一時停止ボタンを押してできたら次に進みましょう。答えはこうなります。できましたか？次は鉛筆問題4の答えをノートに書きましょう。一時停止ボタンを押してできたら次に進みましょう。答えはこうなります。次の問題は縦12センチメートル横18センチメートルの長方形の紙を合同な正方形に切り分け紙が余らないようにします。正方形をできるだけ大きくするには一辺の長さを何センチメートルにすればよいでしょうか？ただし一辺の長さは整数とします。目当ては約数を使って問題を解こうです。一時停止ボタンを押して考えをノートに書きましょう。どんな考えを書きましたか？縦が余りなく切り分けるのは正方形の一辺の長さが何センチメートルの時でしょう。横が余りなく切り分けるのは正方形の一辺の長さが何センチメートルの時でしょう。縦が切り分けられるのは1センチメートル、2センチメートル、3センチメートル、4センチメートル、6センチメートル、12センチメートルの時ですね。そうです、12の約数です。横が切り分けられるのは1センチメートル、2センチメートル、3センチメートル、6センチメートル、9センチメートル、18センチメートルの時ですね。そうです、18の約数です。では縦12センチメートル横18センチメートルの辺があまりなく切り分けられるには正方形の一辺の長さをどんな数にすればいいのでしょう。正方形は縦と横の長さが等しいですね。だから12センチメートルの辺も18センチメートルの辺を切り分けられる数、公約数を考えればいいのです。できるだけ大きな正方形なので12と18の最大公約数の6センチメートルです。まとめです。12と18の公約数を考えればあまりなく切り分けられる正方形の一辺の長さがわかります。一時停止ボタンを押してまとめをノートに書きましょう。
教科書106ページの鉛筆問題5の答えをノートに書きましょう。一時停止ボタンを押してできたら次に進みましょう。答えはこうなります。これで茨城オンラインスタディ小学校5年算数整数の性質を調べようの5時間目の内容を終わりにします。